どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、アメックスのグリーンカード、こちらがですね特定変更になりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回の動画ですね、アメリカエクスプレスのグリーンカードっていうのはですね、昨年年会費制から月会制にね変更になったんですよね。ですので今ですね、アメックスグリーンカードで、ね、申し込んでいただくと月会費制で月々ね1100円、家族カードは550円でね使えるっていった形になってるんですよね。まあ月会費ね1100円だとねちょっと安そうな感じ見えるんですけども、まあ年間にするとですね13200円、家族カードはね6600円っていう風になりますんで、まあ結構ねお値段自体はかかるんですけども、月会費制になったですね、まあカード作ってね途中でやめたいみたいな時にですね、まあお金がねその後かからなくなるっていうのはですね、まあ結構メリットになってくるかななんていう風に思うわけなんですけども、まあアメックスのグリーンカードはですね昨年ねこういった形になったんですよね。またね月会費制になってですね、アメックスのグリーンカードはアメックスのカードって空港のラウンジね同伴1名まで基本的に利用することができるんですよね。ですので1枚ね家族で持っているとご夫婦とかでね利用することができますし、家族カード発行していただくと一人に対してね、同伴1名までね、入場することができますので、家族4人とかまでね、ご夫婦で家族カードまで発行していると、空港ラウンジで使えたりするので、まあ、ここら辺がね、非常にメリットだったわけなんですけども、このね、グリーンカードが月会費制になってですね、空港ラウンジのね、同伴に対しては、有料っていった形になってしまったんですよね。またね、手荷物宅配もですね、グリーンカードにもかかわらず、往復で1個利用することができたっていう風になりますんで、非常にこちらもねメリットだったんですけども、これもですね月会費制になりまして廃止になってしまったんですよね。まあこういった感じで月会費制になった時にですね、まあ結構ねやめますなんていうねコメントも結構来てたわけなんですけども、今回ですね5月30日にですね変更がね発表されました。で変更されたね内容なんですけども、一覧でねこういった形になります。今までの特典はそのまま残るわけなんですけども、今回新たにですね通報1ダイニングバイ招待日和グリーンオファーズということで、あとねレストラン割引、カフェコーヒー特典、ライフスタイルホテル特典、コミックシーモア、スニーカーダンク、トルチャ、サマリーポケット特典、ベネフィットステーションということで、まあこういった感じでですね特典が利用することができるっていった形になります。まずですね招待ビールの方はですねちょっと後で解説させていただきますけども、まずねレストラン 15% 割引ですね。こちら対象レストランで 15% オフでね利用することができます。こちらはアメックスグリーンだけのね特典ではなくて、ゴールドとかプラチナとかでもね利用することができる特典なんですけども、対象レストランでね 15% オフで利用することができます。次にコーヒー特典ですね。こちらは対象のお店で食事を利用するとコーヒー無料ということで、同伴1名様でね無料でこちらコーヒーがね1杯無料で利用することができるっていった形になります。次にライフスタイルホテル特典ですね。こちらはですねアロフトホテル、 AC ホテル、目視ホテルということで、こちらでですね宿泊料金 15% オフ、ウェルカムドリンクがもらえる特典がね利用することができます。こちらは結構良さそうですよね。で次にかなりね細かい特典がいくつかありまして、コミックシーモアで100円利用で5ポイント特典ですね。あとスニーカーダンクっていうねこちらのサイトで新規登録していただくと最大5000クーポンがねもらえる特典、またねトルチャ、こちらねオンラインフィットネスみたいなんですけども、新規2ヶ月無料になって3ヶ月未行は1980円、こちらは特典っていう風になります。またねサマリーポケット特典、こちらは宅配収納サービスということで、新規登録で2年間一泊保管料を月額110円で利用することができます。でまたねベネフィットステーションということで、毎日ベネフォ100ベネフォ申請、本の要約サービス、こちらちょっと読み方がわかんない、フリアーっていうのかな、シルバープランセットが月額330円で利用することができるっていった形になります。まあこういった感じで新規のね特典がかなり多くなっているわけなんですけども、まあ今までのですねメルセデスベンツのレンタルサービス100円で5ポイントとかですね、あとねワインのエノテカオンライン 5% オフとかね、まあこういった今まで既存のサービスもあって、さらに今回ね紹介したのが
さらに追加になるっていう風になりますんで、アメックスグリーンカードね、得点がどんどん増えていきますね。で、またね、先ほどちょっと紹介しませんでしたけども、今回のね、追加になった得点で、まあ、個人的に一番大きい得点はですね、2-for-1ダイニングバイ招待日和グリーンオファーズということで、まあ、こちらがね、一番大きい得点なのではないのかなと思います。こちらはですね、国内100の参加レストランでコース料金を利用していただくとですね、2名以上利用していただいて、1名分のね、コースが無料になるね、人気のサービスなんですよね。まあ、記念日とかね、お祝いとかでね、利用される方、まあ、かなり多いかと思うんですけども、こちらはですね、アメックスグリーンカードに追加になるって言った形になるんですよね。これね、結構驚きで、この招待日和っていうのは、まあ、基本的にね、年会費無料のカードには付帯してなくてですね、この最安でもですね、年会費3000円ぐらいするね、トラストクラブプラチナマスターカードね、こちらだとですね、まあ3000円ぐらいでね、この招待日和ね、利用することができるわけなんですけども、まあ今回のね、グリーンオファーズ、この月会費制のね、グリーンカードで利用することができるっていう風になりますし、またね、このアメックスのグリーンカードって、紹介で入るとね、初月無料だったりもするんですよね。まああとボーナスポイントがもらえたりもするんですけども、ですんで、こちらね、お試しで、この招待日和自体をね、利用されたい方は、まあ、初月無料で入って、招待日和利用してみたいな、まあ、こういったこともね、できてしまうっていう風になりますんで、このね、招待日和ね、利用されてみたいっていう方はですね、アメックスグリーンね、利用していただくのね、かなりいいのではないのかなと思います。残念ながらですね、この招待日和に関しては、本会員のみの特典っていう風になりますんで、家族カードにはね、こちら利用することができないっていう風になりますんで、この点をね、覚えておいてください。それでは次にですね、特典ね、追加になったんですけども、プロテクションもですね、一部ね、追加になっておりまして、まずキャンセルプロテクションが追加になりました。こちらに関しては2023年の6月1日、この動画が出ているのは5月の31日になると思いますので、明日から適用っていった形になります。このキャンセルプロテクションっていうのはですね、急な出張とかね、入院とか、まあそういったね、急なトラブルの時に旅行とかライブとかね、こういうのに行けなくなった場合、このクレジットカードで利用していただくと最高10万円までね、保証していただけるっていうサービスなんですよね。このキャンセルプロテクションね、コロナがね、始まった時にね、これで救われた人ね、結構多かったと思うんですけども、まあこういったね、急な入院とか出張とかでもですね、保証していただけます。で、次にですね、スマホプロテクションですね。これもね、結構驚きだったんですけども、今回ね、スマホプロテクションがグリーンカードにね、もともとあったんですけども、さらにね、充実するっていう風になりまして、こちらね、変更前と変更後の比較はね、公式サイトに出ているわけなんですけども、まあ、変更後はですね、購入後3年以内のね、スマートフォンが対象っていう風になりますし、またね、自己負担も5000円で済んで、またね、家族カードもですね、対象になるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですね。私が持っているですね、マリオットアメックスプレミアムカードとかね、こういったカードでもですね、ここまで充実してないんですよね。これがね、月会費制1100円のカードでね、入ってきたっていうのはね、かなり驚きなんですよね。まあ、ぜひね、ちょっと、マリオットアメックスプレミアムとかね、49,500円しますので、まあ、ちょっとね、こちらはね、導入してほしいな、なんていうふうに思ってるんですよね。どうなるんですかね。このまま変わらないのか、まあ、これから変わっていくのか、ちょっとわからないですけども、まあ、グリーンカードに関してはですね、こういった感じのね、特典になりますんで、ぜひね、この点は覚えておいていただければなと思います。今まで通りですね、このスマホプロテクションを受けるにはですね、このスマートフォンのね、決済をこのグリーンカードでね、していただく必要がございますので、この点はね、覚えておいてください。ということで今回ですね、アメリカンエクスプレスのグリーンカードがですね、特典変更になりますということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、招待日和が月会費制1100円のクレジットカードに付帯するっていう風になりましたので、これはね、招待日和ね、利用してみたいっていう方はですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。先ほども言いました通りね、初月ね、無料で、利用することもできるっていう風になりますし、まあ、それでね、お試しで利用できるのであればですね、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とかね、まあそんな短期間で解約するのはね、お勧めできないんですけども、まあ半年とかね、まあちょっとお試しで使ってみるみたいなのは、かなりね、いいのではないのかなと
思います。まあ本当にね、冒頭にも言いましたけれども、グリーンカードね、解約された方かなり多いと思いますんで、まあそれのテコ入れなのではないのかなって私は予想しているんですけども、まあぜひね、皆さん思うところがございましたら、コメントね、いただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。